仮面ライダーマスクチョコ、ビルドラビットラビットホームライダーウォッチ紹介するよ。ガンダマス。みんなこんにちは。ねえ、お菓子好き？え、僕？もちろんお菓子大好き。ということで本日はお菓子売り場で買える仮面ライダージオさんのもの、その中でも12月の10日に発売された後ろにありますこちらの仮面ライダーマスクチョコと、待ってました待ってました、食玩ライドウォッチ第4弾のビルドラビットラビットホームライドウォッチを紹介します。ビルドラビットラビットホームアーマーにアーマータイム、やったやった。では早速まずはこちらの食玩ライドウォッチ第4弾ビルドラビットラビットホームライドウォッチからいってみよう。ついに発売になりましたビルドラビットラビットホームライドウォッチです。タンクタンクのライドウォッチはガシャポンということなので、ガシャポンの機械見つけたら挑戦してみたいと思います。ではこちらパッケージから見ていきましょう。まずは正面から見ていきます。懐かしいですね、ビルドラビットラビットホーム、これ出た時衝撃的でしたよね。そんなライドウォッチでございます。ではくるりとすると、今回の食玩ライドウォッチ第4弾のラインナップが出ております。1番ガイムライドウォッチ、2番ダブルライドウォッチ、3番クーガライドウォッチ、4番ガイム勝どきアーマチュアライドウォッチ、5番ビルドラビットラビットホームライドウォッチ、こちらの全5種類でございます。勝どきアーマチュアも買おうかと思ったんですが、今回はとりあえずラビットラビットにしました。こちらは後ほどやってみますが、デラックス地区ドライバーにセットすることもできますし、ガンバライジングでもフットバショルでも遊べます。でくるりといたしまして、遊び方2つのモードを使いこなせということで、どんな音が鳴りますよとか、こうやって遊んでくださいねみたいなのと注意が書いております。そしてまたくるりとすると、はい、中にはラムネが入ってるって書いてるね。んで箱の底はというと、こんな感じでございます。箱のてっぺんはこんな感じ、かっこいいですね。ではでは開けていきたいと思います。開ける瞬間はいつもドキドキワクワクだよね。はい、まずラムネです。しっかり包まれております。そしてライドウォッチ出てきました。では詳しく見ていこうか。正面です。色はですね、本体が赤、そしてカバーの部分はゴールド的な感じになっております。ではくるりと回して、横から後ろ、もう一つ横、下からと上からでございます。似たような色合いでいくとエボルライドウォッチがありますが、エボルライドウォッチの本体はエボル色だよね、ブラッドスタークさん色って感じのエボル色でございまして、カバーのゴールドな感じの色はラビットラビットの方が濃いですね、エボルライドウォッチの方が薄いです。こんな感じで似てるけどちょっと違うね。それでは早速遊んでいきましょう。まずは単体遊び。食玩ライドウォッチなので上のボタンではなくて横を押していきます。ラビットラビット、超スピード、超ジャンプ、ビルドラビットラビットフォーム、アーマータイム。いかがでしたか？なんだか普通のライドウォッチとちょっと違う感じがする。ではもう一度音声聞いて確認していきましょう。では1回目。ラビットラビット。うん。こちらはラビットラビットですね。では2回目。超スピード、超ジャンプ、ビルド、ラビットラビットフォーム。これこれ。超スピード、超ジャンプ、ビルドラビットラビットホームって言っていたんですけれども、普通さ、なんとかなんとかのなんとかはなんとかだみたいな感じじゃない？例えば超スピード超ジャンプするライダーはビルドラビットラビットホームだみたいな、そういう感じではないんですね。では次、はいえい、ラビラビーっと、すごいね、そんな感じでした。
ハイエイって言う前さ、バシバシって聞こえたけど、あれってさ、ラビットラビットホームに変身するときの、それぞれのパーツが体についていくときの音みたいな感じだよね、きっと。ねえ、すごい。では、最後はこの流れで行くと必殺技だよね。行ってみよう。ラビットラビット。ラビットラビット。ということは、ラビットラビットタイムブレイクってなるのかな。うん、考えるよりも何よりも時空ドライバーにセットしてみればいいんだよね。ではやってみよう。時空ドライバー、ラビットラビット。いかがでしたか？必殺技最後、ラビットラビットタイムブレイクでしたね。タンクタンクの時も同じ感じなんだろうな、きっと。いろんなパターンがあるんだっていうこと学びました。ということで、食玩ライドウォッチ第4弾のビルドラビットラビットホームライドウォッチの紹介を終わります。では、次は気になるあのチョコ、行ってみよう。こちらが気になるチョコでございます。こちらのチョコ一体何なのか、まずパッケージから見ていきましょう。パッケージこんな感じです。照明の光が反射して見えにくかったらごめんなさい。まずこちらキャラップチョコ、マスクデザインは全部で21種類。仮面ライダー仕様ということで、こちらには平成ライダーさん、ビルドさん、エグゼイドさん、ゴーストさん、ドライブさん、ガイムさんが載っております。仮面ライダーマスクチョコ、これが本当の名前かな。こっちにはジオさんとケイチさんがいます。チョコレート4個入りです。で、これジオさんのチョコレートを反対になってるんですが、みんなそれぞれ1つずつライダーさんの顔になっているんです。そうだよね、マスクチョコなんだからね。では裏側を見ていきましょう。喉に詰まらせないようご注意ください。そうだね、きちんと噛んで食べようね。僕は結構溶かしながら食べるの好きです。そんなことはいいや。トレイの底面にはマークがあるよ。ハート、ダイヤ、スペード、クローバー、4つ同じ絵柄のマークが揃ったら超ラッキー。へえ、なるほどね。で、この裏側になんか隠れてたりしないのかな。中を見てみると、はい、特に何も書かれておりません。カロリーとかでした。それでですね、マスクデザイン全部で21種類ということで、じゃん、こんな感じになっております。全20人の平成ライダーさんとゲイツさんのマスクでございます。今回僕はですね、どうしてもジオーさん、ゲイツさん、ビルドさん、エグゼードさんは欲しかったんですよ。で、お店にね、売っているやついろいろ探したんですけれども、どうしてもビルドさんはいませんでした。残念です。で、いっぱい買っちゃったらさ、他に欲しい人いたら困るから、とりあえずね、3つだけ買ってきたんですが、今回どんなマスクが入っていたか見るために開けてここに並べてみたいと思います。はい、こんな感じでございます。まずどれにもジオさんは入っています。ということで、こちらがジオさんのマスクチョコでございます。続きまして、こちらガイムさんです。ガイムさんのマスクチョコはこんな感じでございました。次、エグゼイドさんです。エグゼイドさんはね、見つかったの良かった。ビルドさん欲しかったけど、エグゼイドさん手に入ったので良かったです。エグゼイドさんのマスクチョコこんな感じでございます。続きまして、仮面ライダークーガさんのマスクチョコです。こんな感じでございます。ゲイツさん、ライダーってね、しっかり書いております。そして今ジオさんのお話の中でも出てきておりますディケイドさんでございます。そしてファイズさん、宇宙来た、ホーゼさんも入っておりました。これは嬉しい。そしてオーズさんもありました。これも嬉しいですね。そして今回最後、ウィザードさんです。これも嬉しいって、全部嬉しいんだけどね。ということで、今回は全部で10種類のマスクのチョコを手に入れることができました。ではでは、何
眺めてたってどうしようもないよね。なんてたってチョコだから食べなきゃ。最終的には全部食べちゃうんだけど、なんだかもったいない気もするから、最初の1つ目は3つあるギオーさんのマスクチョコを食べてみたいと思います。それではチョコを開けてみたいと思います。どんな感じのチョコが入ってるのかな。ここに仮面ライダーギオーみたいな感じのが出てるけど途切れてる。これはどういうことなんでしょう。全体的に開いてみるとこんな感じのフィルムといいますか、包み紙で包まれておりました。なんか途切れてるの気になっちゃうけど、こんな感じです。チョコはこんな形です。丸を半分にしたような感じで、特にジオさんの顔とかが描かれているわけではありません。それでは食べてみたいと思います。いただきます。はん、おいしい。ミルクチョコレートって感じの味がします。結構固めな感じがするのでね、丸ごと1個お口の中に入れたいなって思うかもしれないんだけど、袋にも書いてあった通り喉に詰まらせないように注意してね。まだこんなにいっぱいある。あ、そうだ、忘れてた。トレイの底にマークがついていて、全部同じだったらラッキーって書いてたけど、はい、1つ目はダイヤマークが2つと何もついてないのが2つっていう微妙な感じでございました。2つ目は、はい、先ほどと同じ感じ、ハートが2つ、何も書いてないのが2つでした。で、3つ目です。僕持ってるなって思うよ。じゃじゃーん、全部ダイヤのマークということで、僕は超ラッキーってことだよね。やっとやっと。みんなもぜひ仮面ライダーマスクチョコ、お菓子売り場で見つけたら買って食べてみてね。そしてトレイの底で運試しだ。以上、12月10日に発売されました仮面ライダーマスクチョコと食玩ライドウォッチ第4弾のビルドラビットラビットホームライドウォッチ紹介しました。チョコは美味しいし、ライドウォッチはかっこいいし、もう最高。そういえばガンバライジングカードが入ったチョコウェハースも発売になってるから、そちらもみんなと一緒に開封していきたいと思いますので、お楽しみに。もう買ってあるんだけどね。いや、それにしても本当にこのチョコ美味しいよ。みんな食べてね。でも食べた後はちゃんと歯磨きでね。ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございます。この動画良ければグッドボタンとかチャンネル登録よろしくね。おもちゃもお菓子も次から次といろんなものが発売される仮面ライダー、目が離せません。さあ、これからまだまだチョコ食べようと。じゃあね、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。